バレエって綺麗に見せたい。でもだからバレエ界って変わらないっていうのもみんな分かってるんですよ。なるほど、多分分かってると思う。バイトをしなくてもバレエ団活動だけで食べていけるようになったら本当に最高ですよね。でやっぱり覚悟を決めて平等にチャンスが与えられるということはありません。やはりそこは実力次第になるので、選ばれるように自分に向き合って理想の自分を作り上げていってください。18です。ドキドキして本棚の方に上がれるように。戦争は始まった、はい、もう戻りません。全然まだまだですけど、バレエやめるしかない。就職した方がいいかな。素質が自分にあるのかわからない。もう一度バレエを頑張るために東京に上京してきました。対談をさせていただきたい。ついていくのが無理と思ったのか。相当人数ありますし、引き止める状況ではないなと。踊ると幸せなんですよね。だからやめたくない。